ある晴れた日に、木村雄一作、阿部寛絵。どこまでも続く青い空、小鳥たちは忙しそうに飛び回り、花や木の葉はキラキラと雨の雫を光らせる。夕べの嵐が嘘のような穏やかな午後に、丘を登る二つの影。その影たちが楽しそうに笑い声を立てた。本当にびっくりしましたよ。あなたが狼だったなんてね。おいらもですよ。まさか相手がヤギとは知らずに一晩中話してたんすから。どうやらこの2匹、夕べの嵐の夜に知り合ったらしい。それも真っ暗な小屋の中で。私ずっと狼は恐ろしい動物だと思ってました。その狼と一緒にお昼ご飯を食べる約束をしたなんて今でも信じられませんよ。おいらだってそうっすよ。お昼ご飯と一緒にお昼ご飯を食べるようなもんっすから。あ、こりゃ失礼。大丈夫ですよ。あなたが私を食べるつもりなら、さっき小屋の前で会った時に食べていたはずでしょう。そうなんすよ。おいらこう見えても何より友情を大切にしてるんす。いや、私もですよ。雷に弱いところといい、私たちって本当によく似てますね。2匹はずんずんと丘を登った。高くそびえ立った岩山のてっぺんでお弁当を食べようというのだ。突然ヤギが笑い出した。あれ、何がおかしいっす？ほら、さっき小屋の前の木の下で私が待っていた時のことですよ。おお、約束の場所でやんすからね。あなたに木の後ろから嵐の夜にって言われて。そうそう、ゆうべは暗くて顔が分からなかったでやんすから、合言葉を決めたんすよね。そこで私も嵐の夜にって答えて、木の影から顔を出した。お互い目と目が合っちまって。その時のあなたの顔ったら。ほんと、俺たち目が点になってましたよね。2匹はまた楽しそうに笑い声を立てた。あ、ここ気をつけてくださいよ。足を踏み外すと谷底に真っ逆さまですからね。おいらはこのくらいの崖慣れてやすよ。ほれ、よいしょっと。狼がそう言って岩の割れ目を飛び越したその時、あ、しまった。頬の木の葉で包んだ狼の弁当がするりと首から抜け落ちた。弁当はくるくると回りながら谷底へヒュー。ああ、だから言ったんですよ。失敗失敗。なあにおいら、2、3日食わなくたってへっちゃらでやんすから。そう言って無理に笑った狼だったが、本当はものすごく大食いなのである。2匹はずんずんと岩山を登った。太陽は少し西に傾き、道はだんだんと狭くなってきた。ここからは一匹ずつしか通れませんから、私が先に行きますね。へい、お先にどうぞでやんす。元気よく返事をした狼だったが、少しお腹が空いてきた。やれやれ、今日一日弁当なしでやんすか。そう思ってふと見上げると、目の前にヤギのお尻がある。それも岩を登るたびにフリフリと動くのだ。柔らかそうな尻尾がまるで狼を誘うように揺れている。あ、うまそう。狼は思わずごくりと生唾を飲んだけれど、すぐにプルプルと首を振ると、あ、おいらなんてやつだ、たとえ一瞬でも友達のことをうまそうだなんて。そうつぶやいて自分の頭をポコポコと叩いた。それから狼はできるだけ下を向いて登ることにした。やっと着きましたよ、てっぺんです。にっこりと振り向いたヤギを狼はまぶしそうに見上げた。やっぱり眺めがいいですね。ほら、ふかふか谷までよく見えますよ。ほんとだ、おいらよくあの辺に。餌を食べに行きますよと言いかけて、
狼は慌てて口を塞いだ。餌とはヤギのことだったからである。さあ早速お弁当にしましょう。あ、失礼、落としちゃったんでしたっけ。そうなんす。狼はなるべくヤギを見ないようにして答えた。なんだったら私の干し草半分いかがです。やっぱり肉じゃなきゃダメですか。あ、もしかしてさっき落とした弁当ってヤギの肉だったりして。とんでもないっすよ。おいら本当にヤギの肉だけは大嫌いなんす。そんなの決まってるじゃないっすか。そう言ったオオカミだったが、何よりもヤギの肉が大好物なのである。さあおいらに構わず食べてくださいよ。おいらはちょっと昼寝でもしやすから。ごろっと横になったオオカミだったが、お腹が空いてとても眠るどころではない。いやー、こんな景色を見ながら食べるお弁当って最高ですね。おや、もう寝ちゃったのかな。ヤギの言葉を背中で聞きながら、ちっ、おいらだってお弁当があるといえばちゃんと後ろにあるんだい。でもそれが友達なんだよな。どう。オオカミはぎゅっと目をつむった。あー、食った食った、もうお腹がいっぱいですよ。どれ、私も一つ昼寝でもしますか。ヤギは大きく伸びをするとゴロリとオオカミの隣に横になった。腹が膨れると急に眠くなっちゃって、むにゃむにゃ。そんなことを言ってるうちに、ヤギはもう気持ちよさそうな寝息を立てている。オオカミはむくりと起き上がると、眠り込んでいるヤギをじーっと見つめた。こいつすごくいいやつなんすよね。食べてもうまいけど、でも一緒にいるとなんだかホッとするんすよね。まあ味もいいっすけど。でも、あ、耳がピクッと動いた。ちょっとだけかじってみようかな。あなたは友達なんだから片っぽの耳ぐらいならどうぞ、なんて言うわけないか。でもおいらもう腹が減ってさ。オオカミはそっとヤギの耳に口を近づけた。やっぱり痛いだろうな。血だって出るだろうし、きっとオイラを見る目が変わっちゃうだろうな。ふーっとオオカミがため息をつくと、よしてくださいよ、くすぐったいじゃないですか。ヤギが目を覚ました。私くすぐったがり屋でしてね、耳は特にダメなんですよ。あー、すっかり目が覚めちゃった。どれ、そろそろ行きますか。伸びをしてヤギが立ち上がる。そう答えた狼の目を見てヤギはハッとした。狼の目が光っている。やっぱりこいつこの私のことを。けれどヤギはすぐにプルプルと首を振った。ああ、私はなんてやつだ。たとえ一瞬でも友達を疑うなんて。ヤギは自分の頭をポコポコと叩いた。2匹が岩山を降り始めて間もなく、空が急に暗くなり始めた。雨でも降り出しそうでやんすね。ま、降っても夕立ちでしょう。あれ、今なんか光りやしたよ。え？ゴラ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 。わあ！いやあ！2匹は同時に走り出した。大粒の雨もバラバラと降り始める。2匹は慌てて近くの洞窟に飛び込んだ。わ、私雷が一番嫌いで。おおいらもなんすよ。ゴラ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 。キャー！ひー！雷の音が鳴り響くと、2匹は必死と抱き合った。すると狼の頭の中がヤギのおいしい匂いでいっぱいになる。そこでぐーっと腹が鳴る。ゴロ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 。いやー、ひし。狼の腹がぐー。ゴロ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 。いやー、ひし。狼の腹がぐー。何度これを繰り返したことだろう。やがて雨雲が去り、
雲の切れ間から夕暮れの日差しが差し始める。洞窟の中がしんと静まり返ったと、その時だ。いやー、ヤギのけたたましい悲鳴が洞窟の外まで響き渡った。途切れ途切れに聞こえるヤギのうめき声、そしてちゃかっちゃかっと狼だけの足音。やがて洞窟の出口に狼が姿を現した。ったく、ダメじゃないっすか、あんなところでけっつまずいて。いやー、こんなことまでしてもらって申し訳ない。狼に背負われながらヤギが照れくさそうに笑う。ただでさえ険しい岩山を狼はヤギの重さとすきっ腹をこらえて一歩一歩降りていく。おいらがいたからいいようなものの、気をつけてくださいっすよ。私昔からそそっかしくてね、本当にもう大丈夫です。ありがとう。あ、もうすぐ分かれ道ですね。狼は返事をせずそっとヤギを下ろした。2匹がやっと岩山を降りた頃にはもう夕日が沈みかけていた。じゃあ私はこっちですから。ヤギが手を振った。狼は黙って見送った。ぐーっと腹が鳴る。少し帰りかけた狼は立ち止まってヤギを振り返る。ぐー、腹がまた大きくなった。こんなのやっぱり我慢できねえ。ヤギをじっと見つめていた狼がいきなり走り出した。簡単にヤギに追いつくと、狼は大きな口をガバッと開けて深呼吸するとこう言った。ねえ、一つ大事なことを忘れてたんすよ。え、何でしたっけ。ヤギが振り向く。もうじれってえな。だから狼は不意に下を向いてぽつりと小さく言った。今度いつ会うす。丘の上の二つの影が一つにつながってどこまでも伸びていた。ある晴れた日にでした。木村雄一作、阿部寛へ、講談社さんから出ています。